ヨシフ様、同志科学の準備が整いました。そうか、では呼んでくれるか。ヨシフ様、お待たせいたしました。シンジ、シンジ、大丈夫？今は二人だけだ。ほら、もうちょっと気楽に気楽に。はい。気楽に、いつもの通り博士と呼んでおくれ。はい、博士。にしても、本当に僕なんかで大丈夫なんでしょうか。何を言っているんだ、シンジ。こっちに来なさい。はい。お前にしかできないから。お前にしか果たせない任務なんだよ。の。でもこの服装なんか寒いし、ちょっと恥ずかしいですよ。まあお前はな、生まれる前だから知らないかもしれないが、その服装はな、20年前にはごく一般的な服装だった。はあ、思い出すよ、戦争前を。今のお前からは平和な時代の匂いを感じる。忘れてしまった文化の香りをな。デカルチャー、デカルチャー、ああ何ですかそれ。ああこれか、デカルチャーと言ってな、文化的で驚いた、素晴らしい、感動したといった今の意味の、残念ながら今は失われてしまった過去の世界の言葉だ。デカルチャー、そうだ、デカルチャー、その通り。お前も20年前の世界へ行くんだ。使う機会はいくらでもある、覚えておいてな。はい、覚えておきます。うん、うん、それにしてもシンジ、お前本当に立派になったな。今のお前の姿を見たら、亡きご両親は何と言うだろうな。うん、父さんも母さんもきっと応援してくれます。喜んでくれます。ようやく敵が撃てるんですから。そうだな。お前のご両親はお前が3歳の時に独裁者フランクリンの手にかかって亡くなった。あれから早17年だ。やっと敵を撃つ機会が巡り得たな。はい、必ずこの手で撃ってみせます、憎き独裁者フランクリンを。信じ、博士、すまない、お前一人に全人類の未来を背負わせるような過酷な真似をしてしまって本当にすまない、信じ。博士、痛いです。ああ、すまん。博士、僕は幸せです。あなたの作ったタイムマシンであなたの理想の平和な世界を取り戻せるんですから。それに、あなたは僕のことをずっと息子のように可愛がってくれた。あなたのような人に導いてもらえて僕は幸せです。シンジ、すまん、本当にすまん。シンジ博士、顔を上げてください。さあ、今回のミッションの詳細をお願いします。シンジ、そうだな、そうだな、うん、分かった。これより最終ミッション、オペレーションミカエルの概要を説明する。20年前の世界にタイムスリップをして、独裁者フランクリンが権力を掌握する前に抹殺するの。はい。奴は20年前、事前の仮面をかぶった悪徳弁護士として活動している。その時点では奴は1階の弁護士に過ぎないが、あるテレビ番組の出演をきっかけに国民的人気を博し、権力の道へと進んでいく。お前の任務は、そのテレビ出演をする前に奴を見つけ出し抹殺することだ。すいません、あの弁護士とは何でしょうか。弁護士、はい、ああそんなことはどうでもいいんだ。とにかく奴を
職業のやつも悪いやつなんだ。はい、分かったな。お前のミッションは20年前に戻って独裁者フランクリンを見つけ出し抹殺することだ。了解いたしました。よし様、ではこれよりタイムスリップの説明を行う。地球の持つテラエナシスと人間の持つ考える力、想像する力、クリエイティブエナジーを量子力学的に融合させ宇宙外膜にも匹敵する膨大なエネルギーを発生させ、その力を用いてタイムスリップを実現させるというものだ。今からちょうど1時間後、地球の持つテラエナジーが過去最高レベルに達する。その瞬間にタイムマシンを作動させる。この機会を逃せば次のテラエナジー周期は半年後。とてもそんなに待つことはできない。シンジ、1時間後に出発だ。はい。それと僕はどうすればいいんでしょうか。そのクリエイティブエナジーというのはどう出せばいいんですか。そのことなら心配はいない。お前はな、ただ眠ってさえいればいい。眠る、うん、寝ている間にな、お前は夢を見るんだ。見たことも言ったこともない20年前の過去の世界の夢をな。そう、想像するんだ。その想像の力がクリエイティブエナジーを発生させる。あの、眠るんですか。ああ、眠るんだ。1時間後に。そうだ、夢を見るぐらいぐっすりな。いや、無理ですよ。こんなテンションで2時間後じゃなかった、1時間後に熟睡してるなんて。そんなことなら心配はいらん。私に抜かりはない。ちゃんとな、薬を用意してある。あ、これを飲んだら2秒で熟睡できるからな。そうなんですか。大丈夫だ。よかった。あ、それとだ、大事なのはここからだ。はい。この薬を飲んだ後、お前は眠りに落ちる。そしてタイムスリップをする。私の計算が確かなら20年前の世界、独裁者フランクリンの家のすぐ近くの公園、そのベンチで目が覚めるはずだ。目が覚めたらまずはこのカバンの中身を確認しろ。このカバンの中にはな、20年前のやつの、独裁者フランクリンの資料が入ってる。資料なら今見せてくださいよ。ダメだ、時間がない。いや、あと1時間あるんじゃないんですか。確かに時間自体は1時間だが、お前を眠らせてタイムマシンに入れてからそこからの出発準備で50分かかる。50分。よってお前が起きていられる時間はあと10分少々だな。10分少々、うん、いや、なんでそんなにギリギリなんですか。僕もうちょっと時間の余裕もあったんですけど、もう少し早く呼んでくれればよかったのに。ただの計算ミスだ、すまんな。あ、はい。あ、それともう一つ大事なことがあるんだ。このカバンの中にはな、この薬と同じような薬がもう一つ入ってる。はい。その薬はこの世界に未来に帰ってくるための薬だ。任務を達成したとき、もしくは任務達成がどうしても不可能になったとき、そういうときに飲むといい。ここに帰ってくれ。ただし安易に飲んではいけないぞ。たとえここに戻ってきたとしても、次にタイムスリップをできるのは半年後だ。とてもじゃないがそんなに待つことはできないからな。分かったな。だから絶対に安易に飲んじゃいけない。はい、わかりました。よし、それでは、うん、説明は以上だ。はい。出発まではあと8分少々。少し早いがいい頃合いだろう。最後にこれで別れの杯と行こうか。え、これコカ・コーラですか。うん、すごい。なんだ、初めてか。はい、初めて見ました。それもな、20年前にはごくありふれた品物だったんだが、今の時代においては貴重品だ。それも私の秘蔵の最後の一本。貸しなさい、手ではあかんから。はい。これで別れの杯、いや、新しい時代の新しい未来の旅の旅立ちの祝いの杯にしような。はい。あー、おっとっとっと、おー、なんか泡出てますよ。ああ、それは炭酸というんだよ。それじゃあ、はい、グラスを手に持って、過去に未来にプロジット。ちょっと待ちなさい。うん。
この薬な。この薬はとても苦いんだ。このコーラと一緒に飲むように調整してある。特別の薬だから一緒に飲みなさい。はい。口の中で噛み砕いてコーラで一気に流し込むんだよ。はい。では博士、行ってまいります。大丈夫か。はい。おお。少年は旅立つ。暗黒の未来を希望の未来に変えるため、20年の時を超え、希望より理想より憧れより君だけの未来をつかむために、でも抱きしめたから、 I belong to you、 張り裂けそうになるこの胸を君に差し出して、 We belong to us、 遥か